こんばんは。安眠ボイスに定評のあるお布団系 VTuber ひよこむです。今日も喫茶店にまつわる飯テロ朗読をしたいと思います。お布団の中で聞いてもらえると嬉しいです。古川六波、缶は九大。3。ソフトクリームをお子様たちがベロベロと舐め、コーンもむしゃむしゃと食べてしまう。見ていてもうまいんだろうな、と思う。アイスクリームってものを僕が生まれて初めて食ったのはいつ頃だったろう。銀座の函館屋という食料品店。その奥が今でいう喫茶部になっていて、そこで食ったアイスクリームを覚えている。小さなガラスのコップに山盛りになっている。そのアイスクリームの山のてっぺんから少しずつ舐めていくときの喜び。アイスクリームの色が今よりもずっと黄色かったことと、函館屋の照明が青白いガスだったことを覚えている。明治40何年ぐらいの銀座だった。その頃、活動写真館の中売りが、A アイス、アイスクリンと呼びながら売っていた薄味のアイスクリームも、少年の日の思い出だ。薄味というのは、卵も牛乳もろくに入っていない。お粗末な。だから、1個5000くらいだったろう。そういうアイスクリームなのだ。いいえ、アイスクリームじゃない。売り声の通り、アイスクリンなのである。でも、それを買って、活動写真を見ながら食べるのは幸福だった。アイスクリームをうまいと思ったのは、大人になってから、北海道へ行った時、札幌の豊平館で、量もふんだんに食った時だった。中学時代、初めて自分の小遣いというもので食べたのは、三好野だの、そういう類の、汁粉屋、というより、大福屋と言いたい店。豆大福や素甘なんていう菓子があったっけ。10銭20銭の豪遊。学校の往復にミルクホールへ寄るのも楽しみだった。僕は早稲田中学なので、市電の早稲田終点の近くにあった富士というミルクホールへほとんど毎日何年間か通った。ミルクホールは喫茶店というもののほとんどなかった頃の、その喫茶店の役目を果たした店で、その名のごとく牛乳を飲ませることに主力を注いでいたようだ。熱い牛乳のコップの表面に皮ができる。ふうふう吹きながら漢方を読む。どういうものかミルクホールに漢方はつきものだった。ミルクホールのガラス器に入っているケーキはシベリアと称する。カステラの間に白い羊羹を挟んだ三角型のもの。エクリアと呼ぶ茶褐色の南京豆の味のするもの。その茶褐色の上にポツポツと赤く染めた砂糖の塊が3粒ついているのがお決まりだ。
ちょうど同じ時代に東京市内にはパン重屋というものが方々にできた。パン重とはパンと饅頭を合わせたようなもので、パンのような軽い皮に包まれたあん入りの饅頭。それが4個皿に盛ってあって10銭だったと思う。パン中のあんの紫色が今でも目に浮かぶ。カフェパウリスタができたのも僕の中学生時代のことだろう。カフェといっても女給がいて酒を飲ませる店ではなく、学生本位のコーヒーを主として飲ませる店だ。パウリスタは京橋、銀座、神田などにチェーンストアを持ち、おのおの一杯5銭のコーヒーを売り物にしていた。そのコーヒーはブラジルの香り高きもので、分厚なコップに入っていた。砂糖なんか有り余っていた時代だ。テーブルの上に置いてある砂糖壺からいくらでも入れることができた。下宿への土産としてこの砂糖をそっと紙などに包んで持って帰るものもあった。パウリスタで思い出すのはペパーミントのゼリー。それから自動ピアノというものが各店に設備してあり、これも5銭入れるとウィリアム・テルだの四季島行進曲だのを奏するのであった。ともかくもあの時代のそういう喫茶店、菓子を食わせる店の明るく楽しかったことよ。そして例によって僕はそれに引き換えて玄魂のと言って名護公というのであるが、昔を知る諸君なら誰だって同感してもらえると思うのだ。今の戦後の喫茶店というもののあり方だが、純喫茶というものだけでも数ばかりいかに多くなったことよ。東京も大阪も京都、名古屋もコーヒーの店は実に多くなった。関西へ行くとコーヒーはブラジルの香りが高い。東京ではモカ系が多く、関西はブラジル、ジャワなどの豆をミックスしているらしい。有楽町のアートコーヒーへ行けば、ブラジルでもモカでも好みの豆が揃っていて、注文すれば何でも飲める。昔の5銭に比べれば、今の最低50円のコーヒーはバカバカしい。が、おしぼりが出たりして、サービスはなかなかいい。喫茶店のサービスで一番気に入ったのはアマンドのチェーン。各店がコーヒーなどの後にコップ入りの番茶をサービスすることで、これは後からといわゆる回転を急いで追い立てられる感じと違って、何とぞごゆっくりと言われているようで気持ちがいい。そういう明るい純喫茶とは別に、近頃ジャズを聴かせる喫茶店が銀座にできた。それも2軒や3軒ではなく、目下も植えつつあるようだ。戦前から戦時にかけて、新興喫茶と称する店ができて、レコードを聴かせ、
昆布茶などを飲ませたが、そしてそれらは女給の美しいのを売り物にしたものだが、今回の生の音楽を売り物の喫茶店は随分へんてこなものだ。最近開店したジャズ、クラシック共に演奏するという店へ入ってみた。入り口で飲食券を買わされるのがまず落ち着かない。入ればほとんど真っ暗だ。僕など目が弱いので手探りでなくては歩けなかった。コーヒーもケーキも決してうまくはないし、こんなところへ入る人は何を好んで妙な我慢をしているのかと、全く僕にはわからなかった。おしまい。3回にわたってスイーツについてのお話、緩和旧大を朗読してきました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。次回の飯テロ朗読をお楽しみに。それでは皆さん、いい夢を。おやすみなさーい。